皆さん、オアゼロとニンニン、朝の姉妹プロジェクトの姉ちゃん、朝のルリです。今日はですね、インティークリエイツさんから2月1日に発売されたゲームソフト、ドラゴンマークト4デスの限定版を開封していきたいと思います。中身はゲームソフトと世界観の設定資料集、オリジナルサウンドトラックと特別な武器をダウンロードできるコードが入っているそうです。うちののりさんがですね、インティークリエイツさんのゲームが大好きっていうことで買ったみたいなんですけど、最初は8000円ちょっとで買えたのに、現在は在庫切れで1万5000円ぐらいになってるみたいです。すげーな。それじゃあ早速開けていきたいと思います。まずね、箱の方を眺めてみましょうか。こちらロックマンゼロシリーズなどでおなじみの中山徹さんによる書き下ろしの限定イラストが全面に描かれてますね。手前の4キャラクターは主役のキャラクターっていうのは分かるんですけど、これ後ろのちょっとダークっぽい感じのキャラクター一体誰なんでしょうね。なんかこのパッケージを見たのりさんが、ロックマンゼロのコピー X を彷彿とさせるデザインだって言ってました。それじゃあね、ゲームパッケージの方を見ていきたいと思います。こちら、ゲームパッケージを飾るキャラクターは、1、敵にダメージをたくさん与えるエンプレス、2、敵の攻撃を受けるタンクの役割を持つウォーリアー、3、機動性で敵を翻弄する忍び、4、魔法使いのウィッチの4人となっております。こちらもね、中山徹さんによるキャラクターデザインですね。ちなみにエンプレスっていうのは皇帝とかエンペラーの女性バージョンで、女帝っていう意味だそうです。それぞれのキャラクターは声優を4人の方から選べるみたいで、 4×4 で16人の声優さんが主役たちを演じてるみたいです。豪華ですね。で、こちらの声優さんなんですけども、エンプレスは石原香織さん、茅野愛さん、近藤玲奈さん、日笠陽子さん、ウォーリアーは梅原雄一郎さん、諏訪部純一さん、中村雄一さん、八代拓さん、忍びは内山幸喜さん、杉田智和さん、高木渉さん、村瀬歩さん、ウィッチは伊沢しおりさん、長縄まりやさん、名塚香織さん、花森ゆみりさんとなっております。いや、めちゃめちゃ豪華ですよね。もうお姉ちゃん、声優さんの名前読み上げるだけでだいぶ興奮してますよ。お姉ちゃんはね、もちろん杉田さんの演じる忍びが気になっております。いやー、いいな、早くやって声聞いてみたいですね。じゃあ早速ね、中を開けていきたいと思います。はい、こちらゲームソフトと、追加クエスト、追加シナリオ、初回特典のダウンロードコードが入ってますね。で、初回特典の雷帝の武具は宝剣スメカミ、スパークカリバー、ダートフェアリーテイル、はぁ、噛みそうだった。それぞれのキャラが使う武器なんですかね。できればこの武器を使った動画もぜひ上げてみたいですね。こちらオリジナルサウンドトラックとなっております。オリジナルサウンドトラックはディスク A が41曲、ディスク B が32曲、プラスボーナストラック4曲の合計77曲が入ってます。すごくないですか、大ボリュームですね。で、全曲がなんとフルオーケストラで、お姉ちゃんもちょっとだけ聴かせていただいたんですけど、もう音楽を聴くだけでね、世界観がもう頭の中に入ってくるぐらい壮大に仕上がっております。耳を澄まし、流血をたぎらせろ、ダークファンタジーの世界を彩るフルオーケストレーション楽曲集ということで、このオリジナルサウンドトラックはインティーダイレクトさんで予約を開始しています。 YouTube でテーマオブドラゴンマークト4デスのオフィシャルミュージックビデオが公開されているので、興味のある方はぜひ見てみてくださいね。で、こちら最後にね、世界観設定資料集を見ていきたいなって思ったんですけども、この裏側、何時復讐を果たせし時封印を解けって書いてありますね。どうやらこれクリアした後に読んでくれっていうことなんでしょうけど、今読んじゃうとね、ちょっとネタバレになっちゃうので、ちょっとこれを動画で紹介するのは内緒にしておきたいと思います。
はい、ということでいかがだったでしょうか。うちののりさんがね、インティークリエイツさんのゲームが大好きみたいで、ロックマンゼロ、ロックマンゼクス、ロックマンゼクスアドベントをやり込んだっていう話なんですけど、ロックマンゼロとかが好きな人はきっとこのゲームを楽しんでプレイできるんじゃないでしょうか。朝の姉妹プロジェクトでもこのゲームを今後実況したり生放送したりしたいと思ってます。ダウンロード版だと税込み1960円で買えちゃうので、皆さんもぜひぜひ買ってプレイしてみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。